はい、ということで僕たちは今、あ、どうも皆さんこんにちはロボットのぞみの360度のいろんな世界です。本日はですね、ネバランメンバーで来ています。左にスライドしているのがともおじさん、そしてさらに左にぐるりと回って魔法使いタクトです。はい、ということで今日はですね、日本もみじ谷場大吊り橋、もみじ谷大吊り橋合ってるに来ているんですけれども、まあ、この橋はですね、あの過去に恋人たちが身投げしたと言われる、そんな言われてない、言われてない、日本一の橋を、そんな言われてない橋ですね。日本一の橋ということで、日本一、何が日本一かと言いますと、橋の長さ、橋の長さ、この形の作り方での橋の長さが一番長いです。なるほどね。いろんな作り方があってそれぞれに日本一があるらしいです。はいはいはい、よくあるよね、日本一美味しいメロンパンとかメロンパン屋さんとか。そう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 。ということで早速レッツゴーしたいと思います。これ幅だいたい 2メートルぐらい、 1.5 ぐらいですかね。 1.5 ぐらい、2はないぐらい。やばいね、これ高さどんぐらいなんだろうね。これ恐怖症、恐怖症見ない。なんだろう、川、水、なんだろうね、ダム、あれダムじゃん、ダム、あ、ダムなのかな、わからない。往復でだいたい20分ぐらいかかるって書いてあったんですね。あ、危ない、うん、何メートル、315メートルだね。320メートル。意外に揺れます。意外に揺れるね。本当だ。これちょっと意外に揺れるね。吊り橋。嫌がらせって言われた。アタック揺れちゃった。もうですね、私はわざと揺らしております。普通に一歩一歩歩いてるだけだよ。これを持ってる、はい、はい、皆さんこちらですよ。バスガイドバスガイドかその帽子がまあそれっぽいっすよね。ネバランバスツアーの一番最初はこのもみじ橋です。この真ん中歩いてしてみてください。下もちゃんとね、おお、揺れてる揺れてる。こんな感じですよ、下は。落ちる直前ぐらいで紐ペッて引っ張って、右手に見えますのが何かの橋です。昔使ってた、あれじゃないかな、ちょっと喋ります。ちょっと微妙に怖いんだけど、この高さ全然平気。
ぐらい聞いて